どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはロードオブメジャーの心得。こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレる簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はアニメメジャーというアニメの主題歌になっておる曲ということで、もう幅広い世代で歌われております。大いに歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はさらにそこにロックのあのグイグイ疾走感を加えてかっこいいバージョンやります。2バージョンやりますので最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高。ウクレレだったらもう超簡単にすぐできます。簡単ですよ。始めましょう。不器用な人でも楽器触ったこともない方でもね、すぐ弾けるようなプログラムがですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube にございまして、そのプログラムを見て、全世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも続きましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐです。はい。YouTube ですから、いつでもどこでもちょっとした時間にスマホでも見られるし、無料。始めましょう。じゃあリンクここに貼りますよ。行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画としてすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、いろんな曲をこのウクレレで簡単に弾けるように毎日毎日レッスン動画を公開してますんで、ぜひ皆さん今度から音楽聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。ロードオブメジャーの心得、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1, 2, 3。 描いた夢とここにある今、二つの景色見比べても、形を変えてここにあるのは確かな一つのもの。心得、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。シンプル簡単バージョンといえども、こうロックの
曲ですね。結構こう、ぐい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 雰囲気やっぱ出したいなと思って、ある程度のスピードがあった方がかっこいいと思うんですけど、それでもだいぶこれゆっくりやったんですけど、結構、忙しかったという方が多いんじゃないでしょうかね。で、これ一個提案なんですけど、今ワンブロックで、1、2、3、4、1、2、3、4って弾いたんですけど、これ早すぎるという方、ワンブロックに2回これをおすすめします。これ、例えばサビでやると、涙枯れるまで、こんな感じで、ワンブロック4つ本当は弾きたいところですけど、早くてちょっとね、もう追いつけないという方、ワンブロック2回でもね、いいですよ。これ初心者の方、これ、とにかくやっぱ弾いて歌ってみる。これ体験してください。今聞いてもらって分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしていますので、2番、主にカットをさせていただいてるんで、2番もですよ、コード進行一緒ですから、2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜を作ってフルコーラスに挑戦してみてください。で、今のガズレレシンプル簡単バージョン、YouTube と一緒に何とか合わせられたという方も、やっぱり紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるようにいつもガズのノートこれ写してこんな感じで参考にしてくださいというふうに見せてるんですけど、これねガズはねいつもこれを見ながら演奏してるんですけど、今ですねこのサービス始まってます、ガズクラブです。ガズクラブは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この最新楽譜を含む、ガズが今まで取りためてきた膨大な曲の中の楽譜がですね、お好みの楽譜選んで5曲、毎月5曲、ダウンロードしていただけるという画期的なサービスになっております。今利用者急増中でございます。はい、ぜひともご利用ください。で、ガズクラブのメンバーになっていただくと、毎月2回ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信に参加できます。これがめちゃくちゃ盛り上がるんです。次回9月6日にスピッツ祭りやります。あるテーマを設けてみんな練習してもらって、その日にみんなでバーンというもう大パーティーをやるというオンライン上でですよ。これぜひ体験していただきたいです。あとね、そこにはね、非公開の SNS があって、いろんな質問にガズが答えたり、テーマを持って皆さん動画を投稿したり、動画投稿できるね、スペースもあったりするんで、あとはですね、毎朝7時に私がガズラジオ、ラジオ配信もしてます。濃厚です。ガズクラブ待ってますよ。はい、そういうわけではチャット映していきましょう。よく見てください。これぎゅうぎゅう詰めなんですよね。はい。まずね、ここから始まるんですけど、まずテロップにも書いておくんですけど、伸ばすとかそういうの、かっこいいバージョンと簡単バージョンでもちょっと違ってくるんで、ちょっと一応こういう感じでね、くるっと囲ってアルペジオとか書いてあるんです。これをね、下に書いてあるやつは大体かっこいいバージョンで弾くんだぞと覚えておいてください。はい。こういうとこも C と C サス4のフレーズとかこう書いてあるんですけど、はい。今のはシンプル簡単バージョンは上の段を弾いたということです。これ見て、ワンブロック、これ今日ちっちゃいですからね。これで1、2、3、4、1、2、3、4ってこんな風になります。はい。じゃあこんな感じでさーっと映していく。ちょっとね、これね、点が書いてあるでしょ。この点でリズムを測ってるんですけど、これがですね、結構ヒントになると思います。はい。動画のテロップを見ていただいてメモってもらうのもいいんですけど、これも相当ヒントになるんで、ぜひ、これも参考にしていただきたく。はい。もちろんこれガズクラブ入っていただいたら、これ、近日中にもお手元にゲットできますということです。さーっと映していきます。こんな感じです。結構いっぱいこういうのなんか書いてありますね。後でしっかり解説していきますよ。はい。弾き方もね、ここタタタタとかこれ書いてありますね。コードもこう変わってきます、いろいろと。あ、で、ここはですね、1、2って書いてあるんですけど、これ曲の構成を言うとこう、イントロからバーっとこう来て、バーっと来てサビも終わって、ここブリッジパート。はい。もう抜け殻の君のところにあって、それでまたここからでね、サビに戻るんですよ、最後。サビに戻る。サビに戻ったところで、戻るんですけど、そして戻ってきた時は丸2のサビを歌うというような構成ですね。なんでこうやってイントロからバーッと演奏してきて、ここまで来たらまたサビに戻って、ここのところだけ丸2の歌詞を歌って、まあ最後終わるというような、そんな感じでなっております。じゃあ、あとね、出てくるコードの解説。今日ちょっとね、場所がなくなっちゃって、アルファベットだけなんですけど、赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンです。今やったシンプル簡単バージョンはこのコード。読んでいきます。F, D マイナー、C, C7, A マイナー、G7, E7, E マイナー7の、6、7、8個のコードですね。これ、よく見てもらうと分かるんですけど、これね、入門コードなんですよ。入門コード。ガズレレでは毎度おなじみの超入門コード、すなわち、ドン、これです。ガズレレ必須コード。必須コードってことは必ず覚えた方がいいですよということでございます。このガズレレ必須コードってのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございましてですね。このコードのグループを覚えておくともう本当夢のようなコードでもうめちゃくちゃ助かるんですよ。世の中の曲をほとんどこれでできるんじゃないかというウクレレにとって超便利なコードのグループです。グループ2ぐらいなんでね、いくつかあるんですけど、10個あるんです。10個もあるのかと思うけど、この10個覚えておいたらもう本当に最高に
楽しめます。これウクレレにとってすごく便利なコードというのはね、やってみたらわかると思うけど、ギターとかピアノでは全然これあまりそんなに有効じゃないんですけど、ウクレレにとっては超有効なんですよね。はい、10個あるので、10個どうしても覚えてほしいんですけど、でもね、10個って覚えるの大変そうじゃないですか。でもね、ちょっと見てください、安心して。これも1個のコードだよ、これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコード、こんなに指1本のコードもたくさんあるんで、今のでもう4つぐらいでしょ。あ、だからあと6個覚えればいいんだけど、1個ずつ見たら簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとやっぱコツがいるから、頭の整理するためにめちゃくちゃね、有効な動画をガズが撮ってます。ここにリンクを貼っています。このね、動画を見たらコードはね、10個スイスイ覚えられちゃうんで、これ必見です。今日その中の8個出てくるんで、はい、全部覚えていっちゃいましょう。はい、そしたらここから、かっこいいバージョンの解説に入っていく前に、いつも最近言ってるんですけど、まず4つ弾きで本当にこうしっかり歌える歌のタイミングもこうバッチリそこまでなってから、かっこいいバージョンのアレンジに突入していった方が逆に早いと思いますんでね。これやっぱ歌中心だから、その歌をしっかり歌えてないとリズムも何もまずないと思いますんで、まずシンプル簡単バージョン4つ弾きで歌い込んでから次のかっこいいバージョンに入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンスタートします。かっこいいバージョンはコードが追加される、これが結構3つぐらい追加されますね。いっていきます。まずはですね、まあ、簡単なやつから。はい。C サス4。これはどこで出てくるかというと、このイントロのね、この、ここ C と C サス4のフレーズっていうところで出てくるんですけど、これ簡単。C を押さえといて、ここですね、ここ。ここです。これ C サス4、離すと C。これだけです。はい。はいはい。これ後でね、これイントロで出てくるとこ、イントロっていうか感想で出てくるとこを説明します。次、はい、これ F マイナー。この F マイナーっていうのは、はい、これね、初心者の方が突っかかるコードとよく出てきます。押さえる場所。ここと、ここの3箇所ね。そうすると、こういう風に押さえるのが教科書通りということになるんですけど、ガズさんの場合はいつも、ここの部分を親指で握っちゃうんですよ。どちらでも弾きやすい方で、ちょっと試してみてください。F マイナー使います。そしてもう一個のコードはちょっとあんまりね、見慣れないコードです。はい。これ D シャープ。これサビの中で出てくるんですけど、結構印象的です。これよーく見てくださいね。はい。まずですね、ここ C7 のところと、こことここですね。ここ。そうするとこんな感じ。うん。不思議なコード。これサビの中で出てくるんですよ。ここね、まだ出ぬ答えを。ここで出てきますね。はい。D シャープ。これ使っていきます。この3つを追加して、コードの響きはやっていこうと思います。そしてじゃあ弾き方なんですけど、弾き方はね、結構いろいろちょっと盛りだくさんで、基本的には、ロックバンド、パンクロックバンドですからね、ロードオブメジャーって。やっぱりグイグイグイ力強い疾走感満載のドン !8 ビートのジャンプ。これでいきたいと思います。こんな感じのリズムになります。A メロやると、スリーユーク春を惜しみながら、ドゥンタトスタタントンタとドラムがこうドタスドタタスドタス疾走感満載の感じでやろうと思います。8ビートのチャが一応全体を占めてるんですけど、これいろいろですね、これロックバンドってキメが多かったりとかするんで、今日はそれにいろいろ加えていくということなんですけど、8ビートのチャがまず基本に合ってて、でね、あのダウンビートと言われる8ビートからガクンと落ちる、ちょっとやってみると、E メロでちょっとこの感情を聞いてもらいましょう。ガラクタの山から1,2,3,4、ガラクタの山か探すあの日の夢、これ響けこの子ダンスクタカツタスタスタタドゥンダカツタカツ。はい、8ビートのチャでこ の, トあの響けのところでリズムがドーンと落ちるでしょ。これを一応ダウンビートというように表現してるんですけど、これはあのね、一言で言うと16ビートのチャの弾き方になっちゃうんですね。ダンダカタカツタスタスカタカタカタンダカタ。はい、なんで結局は16ビートのチャの要素が出てきちゃいます。今のちょっともっと分かりやすくやると、 C やっといて、次じゃあ A マイナーでダンダカタカタタスタスカタカタ、これ今ダッと落ちたじゃない。これ C の時は8ビートなんですけど、ドンスカタカツタスタスカ、リズムがガッと落ちた時に16ビートのチャみたいな要素に、これリズムの捉え方が変わるっていうイメージでいいと思うんですけど、結果的には16ビートのチャと同じフレーズになってるということに、なりますんで、それをちょっと認識いただき、注意していただいて、だからやっぱり16ビートのチャというリズムを一応知っといた方がいいかなというふうに思います。そしてあとですね、サビでね、あの、こんな風にしたいんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。涙枯れるまで、今の、音がパッパッパって止まっていく。これどうやって止めてるかって、左手のカッティング、
こんな感じです。カッティングも出てくるということで。なかなかかっこいいバージョン大盛りでございます。プラス、まだあったんだ、そういえば。イントロでは、アルペジオでやろうと思います。で、普通のアルペジオってこうじゃないですか。弦で言うと、1弦4弦3弦、2弦3弦、1弦4弦3弦、2弦3弦。これを普通の、アルペジオじゃなくて、8ビートっぽいアルペジオでいく。そうそう、どうなるか。でん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 。これやると、1-4-3-2-1-3。こんな感じ。てんててんててんてんててんてて。じゃんじゃじゃんじゃじゃんに似たアルペジオ。はい。あ、だからアルペジオかっこ8ビート風。こんな感じにしておこうと思います。そうするとイントロこうやる、こんな感じ。描いた夢と、ここにある今。たん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 。これ。1-4-1-4-3-2-1-3。はい。これ弦の数字ですからね。1-4-3-2-1-3。はい。アルペジオの8ビート風ということです。じゃあ整理します。アルペジオの8ビート風と8ビートのチャット、16ビートのチャット、カッティング。山盛りだな。はい。このリズムを使っていこうと思います。このリズムの弾き方は、ここ。このリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの動画が上がってますからね。それを見て、ちょっと研究してじっくりやってみましょう。一応ですね、8ビートのチャがまあメインなんですけど、この8ビートのチャも16ビートのチャも、その超基本は8ビートというリズムになりますんで、これね、8ビートで全部やるのももちろん基本は8ビートでおすすめなんですけど、まあそれぞれのリズムやってみてください。このカッティングはやっぱり難しいと思う。こんな感じ。パッパッパッ、カッティング。で、このカッティングはね、いろんなところで決めの要素も出てくるんで、ちょっと後でまた解説していきますけれども、はい、つまり弾き方はこれの動画でね、もりもり。ちょっとすぐにはできないかもしれない。これね、結構だからそういう意味では簡単ではないですからね、じっくり取り組んでいきましょう。はい、じゃあ曲の中、どんどん説明していくんですけど、イントロの最後のところで出てくる、この C と C サス4のフレーズっていうところが、まああるんですけど、それをちょっとやってみようかな。じゃあ、イントロの後半から形を変えてからやってみます。せーの。形を変えて、ここにあるのは、確かな一つの。はい。ここ、早いでしょ。これね、結構16ビートの要素になるんですけど、シーサス4一瞬入れる。で、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 こんな風なフレーズです。シーサス4一瞬入る。はい。これがかっこいい。で、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 はい、こんな感じで C と C サス4のフレーズ入れてみましょう。で、曲の中にこのマーク出てきますよ。この矢印マークはシンコペーションといって、リズムがスコーンと前に突っ込んでくるというリズムでございまして、どこで出てくるかというとですね、B メロですね、やっぱりね。さっきもちょっとやったんですけど、今度はシンコペーションのリズム、矢印マーク、ちょっと、注意しといて、聞いておいてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ガラクタの山から。次も来るよ。探す、あの日。わかる？スコーンと前に食い込んできた。ガラクタの、ガラクタの山から探すあの、はい。スコーンスコーンと前に食い込んで、これね、そこかしこに結構出てくるんで、注目してください。そしてこの B メロの一番最後のところにフレーズ1というふうなのが出てきます。フレーズ1っていうのは何かというと、G7 を押さえたまんま。G7 ってこの3つでしょ？はい。1弦の5、3、2です。5-5-3-2という意味、感じかな。ちょっとそこやってみよう。B メロ。いけー。この声よ。響けー。この心よ。わかった。5-5-3-2。G7 押さえたまんま。5-5-3-2。2っていうのは普通の G7 だよね。だから1弦。5-5-3-2。G7、ここは押さえたまんま。5-5-3-2。響けー。この心よ。はい。5-5-3-2。はい。決めです。これちょっと忙しいけど、これワンフレーズ入るとね、かっこいい。それで、でれってってって止めて、いきなり次、カッティングで、涙という、ここがもう波状攻撃です。ちょっと今のところで、響け、この心よ。こんな感じ。ここで、ちょっと難しいです。これコンビネーション、どんどん次がやってくるんで、乗り遅れないようにしていきましょう。そっからサビになだれ込むように入っていって、これで D シャープも出てきますからね。ちょっとサビやると、涙、枯れるまで、まだ出る。
はい、こうさっき言った D シャープね。で、そのままずーっと行って、サビの一番後半のところ、我が行く迷いながらも絵が描く。次のタートコタートコタートコタ、これ D マイナーでタートコタートコ、これカッティングですね。タツク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 、はい、これがちょっとそこのところ、連続してやってみると、描くきっかけの今刻む証しこの手で、最後のこの手でのところはダダダシーです。ちょっともう一回やるね。描くきっかけの今刻む証しこの手で、タツク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 ダダダシー。ここカッティングの応酬、これは簡単じゃないです、皆さん。はい。でも一応ここかっこいいんですよね。ドラムの、ドラムね、バンドのアレンジ、ダーツク、ダーツク、ダーツク、あのワイルド感がこのウクレレ一本で出せるといいなと思って、やってみました。はい。そして、その後はですね、やっぱりシンコペーションマークとか、F が F マイナーに変わってたりとか、ダウンビート。ダウンビートっていうのは、ドンツク、ダカツ、ダスダスク、ダン、16ビートのマンドリなんですけど、そんなのがやっぱりもう、欧州で出てくるということで、このね、ロード・オブ・メジャーの心得という曲はですね、結構もうアスレチックゲームみたいに、もう次から次へとね、もう なんていうから、もう難題が押し寄せてくるような曲なんですけど、それ一個ゲーム感覚でやってもらうのがちょっと最初はいいかなと思います。それ最後ね、慣れてきたらね、ワンパッケージにして、まずはパートごと練習していくのがいいのかもしれないですね。ちょっとこれゲーム感覚でワンフレーズずつ、いろんな難しいフレーズをね、慣れてきたら最後にゆっくりガチッとこういう感じで一つのね曲に仕上げていくのがいいと思います。この曲やっぱロック、もうパンクロックっていうか、もう本当勢いガーッと、若さ、エネルギー、もう元気にこうね走ってこうみたいな、そんなエネルギーも満載だと思いますので、演奏の方もね、こうなんかこう勢いが表現できるとすごくいいんじゃないかなと思います。それではやってみましょう。 Road of Measure の心得、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3。 描いた夢とここにある今、二つの景色見比べても、形を変えてここにあるのは確かな一つのもの。次行く春を惜しみながらも、僕らの幕開けたあの夏、いろんなことを分かり始めた秋と何か失った。ここでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、この曲やっぱパンクロックのこのグワーっていうね疾走感、あとこの歌詞のエネルギーのパワー、
もう心に描いたね絵に向かって走っていく、この歌詞のメッセージも十分こうね、もう すごいこうエネルギーをこうこのちっちゃいクレーに込めてバーッという感じで、気持ちよくできるといいんですけど、まあこれは簡単じゃ ないですけどね。まあさっきも言ったんですけど、パートごとにちょっとゲーム感覚で練習していただいて、それをこうガチャッとこう一つに最後まとめていくっていうような練習方法がすごくいいと思う。これすぐにはできる曲ではないと思うんですよね。まあつまり難易度は高いと思うんですけど、これやっぱね、あの長い時間かけてじっくりものにしていきましょう。さあそういう時間がねやっぱり楽しいわけでございます。音楽ってですねやっぱ その楽しみなんですよね。この楽しさ皆さん十分味わっていただいてると思うんですけども、あの周りの方にもぜひお伝えください。このガズレレ YouTube チャンネル見てたらすぐウクレレ弾けるようになるよってすぐこうねコートとか教えてあげたりして、次に会う時には一緒にあの曲弾こうねとかセッションとかすぐできるようになるし、もう笑顔が増えても最高ですよ。皆さんぜひこのガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。さあ皆さんお知らせなんですけど、このいつも使ってるガズのわがままウクレレ、つい先日3月21日に事前予約注文を再開したんですけど、ありがとうございます。完売いたしました。事前予約注文分はありがとうございます。皆さん本当に、ご購入いただいたよ、ご予約いただいた皆さん、今心を込めてベトナムでねもじゃく並べに G ラボスタッフが作っておりますので、今しばらくお待ちください。よろしくお願いします。で今回買えなかったという方ももういらっしゃると思うんですけど、来月多分またあの月に1回ぐらいねこうリリースできるように今、向かってますんで、またあの次のアナウンスをぜひともお待ちください。あとねもうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。